かつてオリンピックの金メダルより難しいと言われたタイトルがある。柔道の日本一を決める全日本柔道選手権。1985年決勝で相まみえたのは2人の金メダリストだった。山下泰裕、前の年オリンピックで無差別級を制覇、全日本選手権は8連覇中無敗の王者だった。挑むのは斉藤仁。オリンピックでは95キロ超級を制し初の日本一を狙っていた。斉藤は過去2年決勝で山下に敗れ栄冠を逃していた。オリンピックよりも全日本選手権をなんとか取りたいっていう思いの方がものすごい強かったんだね。斉藤には山下を倒すための秘策があった。それは常識外れの稽古で磨いた技だった。一方の山下、現役最後の戦いで斉藤の挑戦を受けたいと考えていた。完全燃焼したい、国の試合、国が残らない試合したい、自分の全てを出し尽くして行こう。二人の最後の戦いには意外な結末が待っていた。史上最高の一戦、二人の心の軌跡を追う。1980年代前半、経済大国へと成長した日本はその豊かさを謳歌していた。この頃日本柔道界も黄金期を迎えていた。その頂点に君臨していたのが山下泰裕。70年代後半から国内のみならず海外でも負けたことがなかった。早く私を超える選手が出ないと、はい、日本柔道界はやっぱり暗いわけですね、で私にとって出ないとですね、私の王座が続くってことで、まあ、非常に複雑な心境ですけどこの頃山下と同じ重量級で頭角を現してきたのが3歳年下の斉藤仁だった。山下さんに追いつき追い越してくれる人をまあ誰しも待ってるわけですけども、自分もあのそのつもりで、あの稽古して、早く山下さんを破りたいです。その2人が揃って臨んだロサンゼルスオリンピック。山下は怪我のアクシデントにもかかわらず一瞬の隙を逃さない柔道で期待通りの金メダル。斉藤は95キロ超級に出場。豪快な投げ技で圧倒、見事金メダルを獲得。しかしマスコミの注目は全日本選手権の覇者山下にばかり集まった。まあ実際、まあこれはもう自分の親父から、お前はオリンピックで優勝しても世界選手権で優勝しても所詮日本では2番目だと、全日本選手権をなんとか取りたいっていう思いの方がものすごい強かったんだね。青森出身の斉藤は中学卒業後親元を離れ柔道一筋の高校生活を送った。
110キロの体に抜群の柔軟性、卓越した運動神経、高い身体能力でメキメキと力をつける。体の柔らかさを生かしてね、カーンと跳ねていく、入っていく、勝っていくっていう、そういう柔道、根こそぎ一本取りに行く、それが柔道だっていう気持ちでやってきたからね。斉藤が大学1年となった年、山下と初めて対戦。一本負けしたものの、山下の技を返す場面もあり、善戦した。この日を境に斉藤は若手のホープとして注目され、山下2世と呼ばれるようになる。うわあ、俺は山下2世なんだって、すごくポスト山下とかですね、山下2世って言われるのが優越感があってですね、まあ正直言って嬉しかったですね、1年生ながらに。しかし王者山下にとって斉藤は数多い挑戦者の一人に過ぎなかった。多分俺が現役辞めた後出てくる選手だろうって思ったと思うんですよね。年下の人が私の戦うライバルになるっていうイメージは持ってなかったんですね。2年前、山下は若干19歳で全日本を初制覇した。勝負技は大外刈り。たとえ大外刈りで倒せなくても技を重ねて一本勝ち。山下の柔道には隙がなかった。どんな小さなチャンスも逃さない。技をかけるときには投げると必殺っていう気持ちでかけてました。その山下に憧れていた斉藤は何度も胸を借りに行った。嫌でした、非常に。やればやるほどこちらの技がかかんなくなるんです。どうしたら、来なくなるだろうか、来るのを逃げるわけにいかん。そしたら考えてたのは恥をかかしてやれと。山下はわざと大勢の前で相手をした。必ず全力で倒し力の差を見せつけた。大抵の場合は嫌気さして、もう練習お願いに来ないんですよ。恥をかかされて、でも恥をかいてもかいても来るんですね。もうこれ叶いませんでした。稽古でどんな恥かいてもそんなことは関係ないと、強くなりたいんだ、強くなって山下さんに追いつき追い越したいんだというのがね、彼の柔道に打ち込む姿勢から満ち満ちてましたね。急速に力をつけた斉藤は日本代表に選ばれ、国際大会で優勝するまでになっていく。だんだん自力がつくとともに、まあ、なんで俺の名前の前にはポスト山下とかこうつくんだろうかという中で、まあ、そのためには山下先輩に勝たないと、一回は勝たないと俺はもう名前取れないなと。この頃から山下を倒して日本一を取ることが最大の目標となった。初対戦から4年、ついにチャンスが訪れた。全日本選手権山下との決勝。斉藤は投げ技で一本を狙っていた。
だが攻め込めない。組手争いで優位に立った山下、主導権を握る。赤旗2本、山下見事に7連覇を達成しました。斉藤は自分の柔道ができなかった。まあほぼ互角か組み負けるっていう中で、だから技のかけ数も少なく なってくるんですよね。まあ簡単な話ですよ、僕が山下先輩より弱かったから。ところが山下の思いは全く違っていた。自分で言った、で絶妙のタイミングで、ね、思い通りに大外刈りをかけた。それがいかなかったんですね。行ったと思っていかなかったのは彼が初めてですね。その時から私の中ではもう、あの目の前の倒さなきゃいけない選手であるっていう認識に変わったような気がしますけどね。まだ斉藤に負けるわけにはいかない。実は山下は以前恩師に打ち明けていた。燃えないんです、試合に勝っても充実感がないんです。その山下が変わった。やっぱり斉藤のはどん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 接近していくことが分かりますから、それに対する激しいね、やっぱ闘争心っていうのが出てきたということも事実だと思いますよ、はい、だから練習その他でもね、あのやっぱりどん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 打ち込むようになってきたんですね、うん、翌年の全日本選手権、山下は再び斉藤の挑戦を退けた。8連覇を達成、山下時代が続いた。しかしロサンゼルスオリンピックで山下は右足を大けが。誰もが金メダルを花道に引退すると思った。ロスのオリンピックで優勝して現役引退するっていうのは勝ち逃げるような気がしました。彼がずっと打倒山下で一生懸命努力してきてるのは私にもよく分かったんです。とにかく全日本選手権に出てもう一回斉藤選手のチャレンジを受ける、それが自分の最後の戦いだ。斉藤は燃えた。王者打倒の最後のチャンス。山下の柔道を徹底的に研究した。そして攻略の糸口を見出す。それは山下の得意技、大外刈りだった。山下先輩の得意技を受けた時に軸足が倒れる、そこを潰していくというか前に倒していくという、まあそこしかないなと。大外刈りは技をかける時大きく踏み出す。そのため軸足が傾き不安定な体勢となる。斉藤の作戦はこの軸足を狙って自分の全体重をかけ浴びせ倒すように技を返すというものだった。そのための特訓を当時の指導者はこう語る。この2人を投げるくらいの力がなければ山下が通用せに、2人ぐらい3人をかけさせて、それを2つ相手の2人3人を投げるだけで
返す力がなきゃ勝てないということの練習だと思いますね。山下のパワーを想定した二人がかりの大外刈りを全力で返す。失敗すると二人分の体重がのしかかる。斉藤は何度も脳震盪を起こした。まあある部分、こんだけやったんだから、こんだけ追い込んでやったんだから勝てるっていう部分とね、競り合った時に絶対妥協しないっていうね、そういう気持ちで稽古を積んでたんじゃないのかなって思いますよね、今思えば。1985年4月29日、日本武道館。全日本の決勝は三度最強の二人の対決となった。そして名勝負が生まれる。どのくらいぶりになりますね、ここら辺になるの。こうやってまじまじと見るのは本当十数年ぶり。前人未到の9連覇か、赤斉藤選手、悲願の初優勝か。この試合、斉藤は意表をつく組手に出た。本来は相手の肘の下を持つところ、脇の下を掴んでいる。その腕を突っ張り距離を取る。脇の下を持つっていうことは、やはり攻撃力が欠けるっていうリスクを背負いながら、それよりも山下先輩の間合いに入っていかないっていうね、間合いを取んなきゃダメだっていうのが強かったんだよね、うん、私にとっては、どっちかというと嫌な組手でした。その投げに行くというよりも山下の持ち味を殺すということに重点を置いた組手だったと思いますね。攻めあぐねる山下、一瞬の隙を伺っていた。斉藤は大外刈りをひたすら待っていた。その瞬間は4分過ぎに訪れた。最初に仕掛けたのは山下。あのタイミングから行くと大外刈り来たと思ってパーンとこうやって入ったんだよね。ところが山下の狙いは大外刈りとは逆の足に技をかける支え釣り込み足だった。胸を突かれている中で支え釣り込み足しかかける選択肢がありませんでした。ただその時に大外に行くと少しで見せかけて支えに行く方が逆技で相手に対しての効果が大きい。だが斉藤は大外刈りだと思い反射的にあの返し技に行く。手応えは十分だったんだよね。バーンとこうパーンとこう倒れる瞬間の手応えは十分で、しまったと思ったんです。はい、だって自分が倒れてるんですから、かけて自分が、はい、背中から倒れた山下。しかし主審のコールはなかった。実は斉藤もこの時仕留めたという感覚はなかった。山下先輩もボーンとこっちに来るんではなくて、一回転ドーン
1回転で向こうにこう行ったからあれっていう気持ち。斉藤は山下を自分の体の下に巻き込むようにして倒すはずだった。しかし山下を掴んでいた手が離れてしまう。最後まで技をかけきれなかった。あ、いったと思ったけど、確かに背中はついたけど、これは山下のスリップと思った。でスリップは今はスリップでも背中ついたら取れますけど、当時はそういう意味では取らない。主審は技をかけに行った山下が自ら足を滑らせた、つまりスリップによる転倒と判断した。技はね、自爆と見たんでしょう、審判はね。しかしな、あとは何もなかったのは、まあ、斉藤の勝ちですよ。斉藤が有利だったらしいんです、あれは。その直後、斉藤が待ったをかける。倒れ込んだ時に足を痛めていた。この間、山下は考えた。この時の斉藤選手の圧力、プレッシャーの中で彼を投げれる自信はありませんでした。投げることできないと思った。じゃあ自分できるのは何か。彼に精神的なプレッシャーをかけること。で彼を精神的にプレッシャーをかけて追い込んでいけば、何らかの彼がミスをするかもしれないし、何らかのチャンスが生まれるかもしれない。とにかく攻めると、攻めて、彼にプレッシャーをかけると、その意識だけで行きました。山下の動きが変わった。次々と技を仕掛ける。対する斉藤、技が出ない。攻めようとすると山下先輩の足が飛んでくるんだよね。攻めさせてもらえなかったっていうのが正直な表現かな、試合の流れが私の方に傾いたんです。これ絶対元に戻っちゃいかんと思ったから、あの流れを変えないっていう思いで戦ったと思います。勝負は判定にもつれ込んだ。勝ったのは山下だった。赤、失礼しました、白、山下選手の優勢ならず。斉藤はまたしても山下の壁を越えられなかった。なんで負けたんだろう、何が足りなかったんだろうって、俺もう少し考えてね、あの時やっぱり組み手またどんどん前に出る、もう少し工夫してたら山下先輩ともう少しいい試合ができたのかなとかね、やっぱり悔しさだけ、ほとんど差なかったと思いますよ。相手じゃなかったもよかったんじゃないですか、俺が辞めた後は彼が、日本を柔道を引っ張っていくんだろうなと、まあ、こんな早く追っかけてきて、こんな苦しめられて、っていうふうにはね、思わなかったけども、もうね、素晴らしい後継者がいて悔いはないと思いましたね。山下の引退から3年後、斉藤は悲願の全日本初優勝を果たす。そして
ソウルオリンピック代表の座もつかんだ。そのオリンピック日本は最終日まで柔道の金メダルがゼロ。最後の望みを託されたのが斉藤だった。最大のピンチは準決勝、地元韓国の選手が相手だった。斉藤らしい投げ技が決まらず苦戦。すごい、ああ危ない危ない、危ないぞ、これは危ない、グラグラーってきましたが、両者ともポイントがないまま残り時間はわずか。今斉藤がちらっとこちら見ました。山下さんの方見たんじゃないですか。そうですね、ええ、テレビの解説席にいたのはあの山下だった。先輩勝ってますかね、どっち勝ってますかっていう気持ちでこうしたらね、山下先輩はね、うん勝ってるぞっていう、うんうんに聞こえたんでね。まあ数多く試合した中でもう目と目があってこういうふうにしてしたっていうのは初めてですよね。私はですね、ただうなずいて、大丈夫、ね、お前勝ってる、いけるって、ね、一言も言葉交わしてないけども、それで、本当にお互いに分かり合えてたんだなと思いました。斉藤気合十分、斉藤が行きます。20秒切った、20秒切りました。こうやって長野は逃げる逃げる逃げる、長野はロッドを逃げる作戦に出たのか。判定は斉藤です。攻め続けた斉藤に上がった。斉藤が掲げた日の丸で日本柔道の金メダルの歴史はつながった。解説席で山下も泣いた。山下先輩との最後の試合負けてたからこそソウルオリンピックの金メダルがあるなと言っても過言じゃない。山下さんだからこそ燃えれたし、山下さんだからこそ頑張れたし追い込んだし。柔道では戦う相手は敵じゃない、相手がいるから自分を磨き高めることができる。だからそれをライバルと言わなかったら何ていう表現していいかわからないですけど。最強の座を争い最強の時代を築いた二人、その戦いは今も熱い記憶として刻まれている。